タイマッシュ。うっかり落ちたのか。こいつに落とされたか。こいつが例の殺人犯だな。エラビーサのクソ野郎どもが俺を借りに来やがってば。そのようね。呪い効果人、呪い効果人、そこだ。ライスクス効果人、そこよ。呪い逃してはインフェルノブルー。捕らえられまい。見切れ、捕らえられまい。止めやがれ。呪い一の方、呪い邪魔だぜ。呪い邪魔だぜ。一の方、呪い効果人、見切れが捕らえられまい。見切れが呪い一の方、見切れが捕らえられまい。呪い一の方、一の方、効果人、呪い まだ死ねねえ。奴らに復讐するまでは。復讐？俺を殺そうとしやがった組合のクソどもにだ。密輸の責任を俺に押し付けやがって。密輸は組合がやってたってこと？そうだ。俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが。そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて全員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマ氏がいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けてあんたは死んだと報告する。そうすればタイマ氏たちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するためで、私が出発した後騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことなら
ご期待に応えるぜ。